はい、こんにちは。こんにちは。幕張新都心店モアナと DJ の越田です。 CJ 越田さん、 CJ 越田さん、ちょっと僕今探してるもんがありまして、はい、贈り物をあげたくなる季節になってできたなと。そうですね、キャンプ好きな人がいるんですけど、あげたいなっていうものが何があるかなっていうのをちょっと今日星野さんに、はいはい、お任せください。まあ今ざっと思いつくだけでも4つぐらいあるんで瞬間で。そうですね、ちょっとその4つあたりをおすすめしようかなと。僕もこうお仕事で年間で、ね、販売してるものの数量とかをよく仕事上見るんですけど、やっぱり年末年始この時期って結構面白い特徴的なものが皆さんギフトで買われてるのかななんてちょっと思いながらの商品もあるんでお願いします。はい、はい、おお拾った拾った、はい、まずまあお手軽なところから、ね、鉄板商品の鉄板じゃないですか。まあもちろんキャンプでもそうだし、ご自宅でも使えるホットサンドクッカー、焼いたトーストがないんでちょっとあれなんですけど、ちゃんと焼くとコールマンのこのランタンマークがちゃんと焼き目としてつくようにできてますので、こちらはもうギフトにもおすすめ。今年の話題の商品って言ってもいいかなって。そうですね、この大きさなのでラッピングも手軽にできますしもらったらちょっとちょっと重たい、みたいな。そうですね、何入ってるんだこれ家とかでやってあのインスタとかに上げてもらうと映えっぽくなるんでいい感じで使ってください。前言いたかったんです。あ、そうですそうです。おすすめ1番目です。じゃあ続いて2番目、昨日流行語大賞やってまして、そんな見てたんですか。ひろし君が、ソロキャンプで大賞ではなかったんですけどなんかもらってたんですね。でソロキャンプで、まあ、世の中代表的なアイテム、うん、これツーリングドーム ST っていうモデルなんですけど、大きさ的にも1人2人で使えて、ギフトとしても大きさそんな大きくないですよと。これでも唐突にもらったら、はい、ちょっとめちゃくちゃ嬉しいですよね。あ、嬉しいですね。これも意外に今年バズってる商品ですね、はい、で、ちょっとお金に余裕がある人は同じツーリングドームの中でも ST プラスっていうこのダークルームテクノロジーを採用したこちらのカラーもちょっと高くなるんですけど、より遮光性が高かったりとか、よりそのギミックが必要な方にはこちらがおすすめです。はい、これがおすすめ2番目。じゃあ3番目いきましょう。これも今年めっちゃバズってる商品です。バズってる、出た、はい、バズってる、言いたい、はい、やばいですやばい。ファイヤーディスクです。ファイヤーディスクのすごいところはキャンプ場つくじゃないですか。そしたらもうここの足最初こういう状態になってるんですけど、キャンプ場ついて焚き火したいなと思ったらポンポンポン、もうこれで設置完了です。3秒ぐらい。それが圧倒的におすすめのポイントです。で僕もこれ使ってるんですけど、よく燃えるんですね。燃えますね、はい、でもう本当に粉々に灰ができるぐらいよく燃えて、でもう一個自然にすごく優しいポイントとしては、下空いてないので、例えばあの芝生のキャンプ場とか、もちろんその防炎シートとかあった方がいいですけど、なくても下焦げることないんですね。なので自然にすごく優しい。ちょっと今までより収納サイズが大きくなる。お、これがプレゼントした時の大きさです。おー、すごいラッピング開けるの楽しみ。最初から、この焼き網もついてます。なので、薪を炭に変えていただければ、そのままバーベキューコンロとしても使えますので、うんうん、一石二鳥というのがこちらになります、来年の新商品のこともちょっとお勧めしたいんですけど、来年これだとちょっと大きいで、ソロでも使いたいねっていう方、あ、これの、まるっと一回り小さいサイズ、ソロキャンパー用のファイヤーディスクが来年発売します。はい、これだと大きいなっていう方は来年の春までちょっとお待ちいただければじゃあ最後おすすめ4つ目、こちらですね。コールマンといえばこれでしょうっていうのが 286A というモデルです。ホワイトガソリンを使う燃焼器具なんですけど、ちょっとこれってガソリン使うし怖いなっていうお客さん多いんですけど、本当に簡単な構造でどなた様でも簡単に使えます。キャンプ場行ったらもうのマントルっていう中にあの発光体をつけるんですけど、その作業とか、あとこうポンピングをしたりだとか、中こう火つけるんですけど、その時のその燃焼器具の音っていうんですかね、うん、その音がまあキャンプだよっていうサウンドですよね。そうですね、はい、それ自体をまあキャンプの一つとして楽しんでいただくっていうのがこちらになります。だコールマンのそのブランドマークってランタンのマークが多分ついてると思うんですけど、うん、本当にこれがコールマン。僕ある程度大人になってキャンプ始めた時に286やっぱり買ったんですけど、このケースを持って車から
降りる瞬間、俺キャンプやってるなっていうのはこのケースで、昔からキャンプやってる人はどうしてもこのケースに対して愛着がある、取れるんじゃないかなと思いながらドキドキしながら持ったって思い出の、ね、はい、これってちゃんとメンテナンスさえしてもらえればもうほとんど永久的に使えるというか、はい、ずっと使える LED だったりとかガスだったりそういったものよりも圧倒的に燃費がいいので、初期投資はちょっとしますけど、ただずっと考えた時にはこっちの方が最終的にはお得だよっていうことですね。プレゼントされたらどうでしょう。嬉しい。キャンプ場行って使っていただくと分かるんですけど、これだけでも十分な光量ありますので、全体を照らすランタンとしてはもう最適だと思います。なんでもしこういうのがお持ちでない方がいればプレゼントしてあげるとすごく喜ぶ商品かなと思います。これが4つ目のおすすめです。はい、今年ね本当にアウトドアキャンプは大盛り上がり、まさに今年とかね、人にあげるプレゼントとしては喜ばれるのかなとは思います。はい、おすすめです。モアナと CJ コシダがお送りしました。お送りしました。高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。11月27日にアウトドアステージセンター南店がリニューアルオープンしました。スポーツオーソリティが展開するアウトドアステージはキャンプや登山、バイクまであらゆるアウトドアシーンに対応するグッズを幅広く取り揃えております。約3000平米の売り場に200ブランド5万点以上の商品があり、各専門スタッフがお客様に合ったアイテムをご案内します。店内では人気ブランドのテントの展示はもちろん、多くのキャンプギアを手に取ってお試しいただけます。実際に使って広げた時のが展示されているので分かりやすくていいですね。子供服の品揃えがもうめちゃくちゃ多くて、たくさんの中から一番好きなのを選べるっていうのがすごい良かったです。ぜひアウトドアステージでご自身に合ったアウトドアスタイルを見つけてみてください。